こんにちは、ハイジです。さあ、というわけで始まりましたツイッター宛てに来たお誘いに答えてみようのコーナーでございます。そういうわけで今日はね、なんとツイッターの方にこんな、お誘いが来ております。会津侍若松つんさんからのコメント。今度私のお気に入りの会津のふるさと居酒屋よって願書に食べに来てくなんしょ。そんなわけで今日はですね、銀座の街に来ておりまして、ここにあります会津のふるさと居酒屋よって願書さんになんとやってきました。店の雰囲気はいいですね。さすがに東京の普通の居酒屋にはないような雰囲気の席も、ほらこのソファーの感じがすごく僕ね、今いいな、居心地いいなって思って、うん、こちらの若松さんが、私にいろんなこの店のこととか会津のこととか教えてくれるそうなので、よろしくお願いしますね。はい、会津の料理って食べたことはまああるかもしれないですけど、これが会津のお料理だっていうのを意識して食べたことがないので、ちょっとね楽しみなんですけど、どんなメニューがあるんでしょうね。とりあえずこう見てみると、ちょっと若松さん、くんどいてもらっていいですかね。わー、これ見るからに美味しそう。お魚ですね、ニシンとかお肉もあるじゃないですか。美味しそうだね、若松さんね。えいや、寝てんのかい。はい、いや美味しそう。またこの味噌ののせ方すごいですね、アート感出てますね。あらあら、はい、小梅湯。小梅湯って言いますのは、はい、あの会津に伝統が伝わってるお料理でして、はい、あの武家の頃から伝わってるって言われてまして、今でもあの冠婚葬祭にしたりとか、はい、あのお祝いの席に欠かせない一品でございます。ではいただきます。はい、さすがですね、見た目通りの美味しさ、ギュッと濃縮してますもんね、お魚の美味しさをね、ここに。おお、いただきます。これなんか味が濃すぎない、いい意味で濃すぎないからいっぱい食べたくなりますね。そうですね、ずーっと抑えてありますね。お米と食べてもいいのかもしれないですけど、これはやっぱりこれ単体で普通に食べていたいなっていうような味付けになってる気がします。やっぱそうですよね、はい、ではいよいよ馬刺しの方に行ってみたいと思いますが、こちらのお味噌をちょっと溶くんですね、この醤油の中に。サラサラサラと溶きまして、もも刺し、はい、あらあら、これちょんちょん漬けでいいですか。もうちょんちょん漬けですよね、これ。バッたっぷりじゃなくてもこのくらいがいいですよね、きっと。いただきます。美味しいよ、これは素晴らしい。味噌がピリ辛ですけど、これがまたいいアクセントですね。これこそ本当ずっと食べていたいような、こんなの食べれるなんて本当幸せですよ。いや、ちょっと若松さん、こちらロース、さっきのもで今度はロース、はい、ちょんちょんつけていきましょう。こっちの方が食感があるっていう感じがしますね。なかなか食べれないよ、こんな。これ潰しちゃっていいやつな。はい、潰してください。潰してこの上からタレをかけていく。うわー、あー楽しい。この自分で料理をちょっとでもしてる感が楽しいですね。やっぱり僕貧乏症だから、はっきり言ってこのくらいチビチビしか行きたくないくらいの性格なんですけど、すいません、ちょっとずつ食べたいから。いただきます。とんでもないですね、この味付けから何から。ほら、じゃあ今度は下の玉ねぎと一緒にいってみましょう。これ今僕二口食べただけで、これじゃ足りねえよっていうその怒り込み上げてきましたよ。いよいよ小梅湯、はい、このね、さっきからすごくね、一番この手前にあった分匂いがずっとしてくるんですよ。食べたことないくせに懐かしいって言っちゃいそうなような匂いが漂ってきました。なぜかね、なぜか落ち着くというか、はい、いただきます。里芋ですね。そうです、もうまずとろけますね、口に入って、はい、あったかくとろけていく感じが、あー、はい、おいしい。これこそ足んないですね。なんで小梅湯なんですかこれ。もっと大きめのお椀でいいじゃないですか。
そちらは手塩和って言いまして、はい、手塩にかけるっていう手塩の同じ字なんですが、はい、会津弁でごちそうのことをごっちょって言うんですが、はい、他のごっちょはねえけど、はい、小梅だけは何杯でもおかわりしてくなんしょっていう意味でそういう小さなお椀を持ってるって聞きました、はい、でおかわりをしてくださいっていうこと、はい、うん、いや美味しいよ本当に。いや若松本当ありがとね、今日はいい店呼んでもらって。あれなんかすごいやる気ありポーズでなんか言いたそうだね。え、なになになに、携帯を見ろ。え、これなになになに、どうも若松つんです。皆様と私若松つんの出会いを記念して若松土産が当たるキャンペーン開催中。若松つんクイズの正解者の中から抽選で30名様に5000円相当のお米やジュースのセットをプレゼント。はいはい、なるほどね。じゃあこれみんなにいいねボタンを押してもらって盛り上げてもらいたいわけね。うん、わかったわかった。いや、めっちゃやる気あんな。